当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。カシュミードを無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。一つ注意してほしい点があります。金属スペーサーですね。相当厄介だな。スペーサーの位置が全然違うわ。合わない。スペーサーの位置がこのクランプの位置と全然合いません。ほら、ずれてるでしょ。ここもずれてるでしょ。だから一旦これで止めて、削らなきゃダメだ。これかなりだぞ。サンダーだな、サンダー。カットをしました。うん、ここは OK だね。じゃあクランプをつけていくんですが、クランプの注意点があります。もともと2813についていたこのクランプ用のビス、これは全く合いませんので注意してください。もともとついていた2813用のこのビスですね、ネジですね、これは全く合わないので別に用意する必要があります。しかもこれは同封されていません。2813についていたこのボルト、ミオタ買ってもミオタのムーブメントに同封されていませんので注意してください。別に用意する必要があります。しかもこのネジね、意外と高い。これね、意外と高いんだよ。だからこれがまあ必要なね、乾燥の場合ちょっと値段が上がるので、これね、意外と高いんだよな。You pull me closer. I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. Yes. I probably shouldn't say this. I wanna be with you.
よし。ということでね、今日は三代田のカレンダーなしですね。カレンダーなしの、まあ、三代田感想をやってみました。で、まあ、クランプですね。クランプ。こういうふうにクランプのビスが、三代田の場合は、付属しておりません。なので、クランプビスは別に用意する必要があります。しかも、このクランプビス意外と高いので、注意が必要ですね。うん。では少し過労テストに入りましょう。ということで、まあ後編になりましたが、大きな問題が2つほど、まあ一つはまあ解決はできる、解決はまあしなければダメな問題、そうスペーサーの問題ですね。クランプの位置が2813と三代田8215ではクランプの位置が違うんです。なので今回のスペーサーはクランプのところだけ削り込みしてあった個体ですね。なのでスペーサーの加工が必要になります。しかもあれはステンレスだとかなり硬いので、リューターなんかでまあ削っててもいいんですが、かなり時間かかるので、俺はああいったものはもうね、あのサンダーでグラインダーですね、ディスクグラインダーでガーッとこう削ってしまいます。まあかなり細かい動きになるので、かなり気をつけながらやってください。まあ慣れてる方ですね、グラインダーのこの細かい作業に慣れてる方ですね、まあこうやって持つからもう重いからね、ほんと慣れてる方でないとちょっとね難しいかもしれませんが、それでまあ加工をして、まあスペーサーは難なくまあ問題はなかったんですが、問題なく装着できたんですが、一つ問題があります。このクランプ止めのタイプ、三代田に入れ替える場合、このクランプを止めるビスが2813と互換性がありません。なので2813のクランプのビスをそのまま使おうと思っても入らないんです。これね別に購入する必要があります。これがねなかなか売ってない、本当に売ってないんです。探すのはね難しいです、なかなか探せないのでね、それをまあ購入して、でまあクランプを止めるということが必要になってきます。しかもこのネジね高いんですよ。ネジでこんなにすんのってぐらい高いんですよ。あのネジだけどこんなにすんのってぐらい高い。なのでまあ入れ替えする場合ですね、まあこのクランプ止めのネジですね、そこもまた別途にかかってきますので、こういったスペーサーをクランプで止めている個体は値段が上がるという感じになります。かなりネジは高価ですので、そこも注意が必要ですね。しかもなかなか売ってないので、うん、まあ俺はまとめて購入してますので、ストックはあるんですが、まあなかなか見つけるのは難しいでしょうね、うん、それをまあ見つけて購入して、でまあまたね作業していくということになりますんでね、作業する方そこを注意してください、うん、まあ率があれば何とでも なりますからね、そこだけですね、そこだけ注意をしてもらって作業をしてみてください。いやーということでね、ちょっと前に三代田の乾燥作業ですが、カレンダーなしタイプ、カレンダーなしタイプ、あとはカレンダークランプですね、クランプ止めのタイプ、こういった問題が結構ありますので、三代田にね乾燥するといっても、こういったパーツが必要になる場合もありますので、そこだけ注意してくださいね。ということで、こういった意味の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。あと修理依頼ですね、そちらにまあメッセージ飛ばしていただければ、まあ、結構時間かかります。今、時間かかってます。なので、まあ、時間に余裕を持ってそちらにメッセージを飛ばしてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。